始まりました。ここです。坂田です。これは日々の気になったものを雑談するラジオです。ポッドキャストでも配信しております。今日のテーマ何ですか？メガネ。メガネ、はい、メガネです。僕普段メガネかけてて、はい、で今その小賀さんもメガネ欲しいのが今あるっていう話をしてて、そっからもうメガネ会やろうと。メガネ会もうだいぶちょっと喋っちゃったんですけど途中からでもやろうと、はい。で今のちなみにあの持ちメガネ情報、まずそっから行こうか。もう一回。そうですね、僕が普段あの常備かけてるのが白山メガネの、ボストンっていうか、うん、N っていう方で、うん、これをまあずっと基本的にかけてて、でそれと別でも前かけてたのがアイヴァンっていうブランドのメガネ、それも2点の形なんですけど、うんうん、もうちょっと別光っぽい、うん、でもう一個アイヴァン7285っていうやつのなんか銀のカクカクしたメガネで、六角形じゃないけどちょっとそうですね、なんか角張ってるやつだよね。それの3つが基本というかまあを使ってると、うんうん、持ってると。ジョージメンバー、うん、で中でもそのパクさんのボストン N のやつをよく使ってると。ちなみにパクさんの N はこのボディにまあボディあのサタタこのボディと言うんですけど、 なぜボディというかが多分これから分かると思いますけどあの着脱式のサングラスがあって、もともとこれサングラスを買おうとしてたの。そうなんですよ、サングラスを買うためにボディもいるって。いやてかその本来はサングラスがボディなんやけど、はい、今回サタタが買ったやつが、まあ、通常メガネのような形のていうかメガネに、上からあのというか眼科のやつみたいな、ね、カチャンって上にレンズだけ重ねるみたいな感じで、うんうん、タイプのサングラス思ってて、この羽根付きと呼ばれるのか ね、羽根上げ、羽根上げか、羽根上げが欲しいでずっと言ってて、はい、あの全員に止められたんですけど買うって。だから今年買ったもんな。今年買いました。ここ夏に買ってフジロック行ったし、はいはい、やっぱあの全員一回羽根上げ見せて、羽根上げ状態で行って突っ込まれる前にパッて上に上げたら大爆笑するっていう。はいはいはい、それがまあ僕のメガネです。じゃあ今そもそもスタン使えるメガネは全部使えるわけだよね、はい、そうですね。度とかも変わってなく、ほぼ変わってないんで、別に使おうと思えば全部使える。全部使えます。ちなみにもう一本ハクさんあって、それ大学の時に初めて買った。うん、ちょいいメガネ。ハクさんとアイヴァン好きやん。結果的にそうなってますね。今そうなっております。なるほど。でも他のメガネも欲しいなって思って、そうね、その話をちょっといろいろしたくて、はい、なんですよな。小賀さんも、ね、俺はデッキはどうなってるんですか？そのカードみたいな。あ、でもね、俺も実は坂田と結構似てて、はい、もともと日頃コンタクトなんですが、はい、目は悪いんで一応ドアリメガネ持ってます。で、ドアリメガネ1本、もう本当に家か、まあ、たまにコンタクトつけない日につけるぐらいで、はい、それは5年ぐらい前に買ったアイヴァン7285、はい、だから一緒ですね、はい、のこれもボストンで、いいやつ。これは、ボストンなんだけど、なんかね、金黒みたいな。ここだけ黒、このレンズ周りは黒なんだけど、はいはい、この辺とかは、ツルとかはゴールド。ちょっと渋いめのゴールドみたいな。ので、あ、もうかっこいいと思って、割と、結構即決で買った。やっぱ即決したメガネが一番いいですよね。一番いい。で、かけ心地もすごい良くて、はい、ここ6年ぐらいか、はい、2017に買った、はい、あ、ごめん、ちょっと時系列男出ちゃいますけど、2017に買った、はい、度付きメガネを今でも全然使ってるっていうのがまずあります。だからこれがメガネの原体験。そう、度入りメガネもこの1本、はい、で、最近メガネを2本買いまして、まあ最近というか正確に言うと7月ぐらいに1本買って、はい、この12月にもう1本買ったっていうのがあって、うん、12月にはあの同じくアイヴァンの、これは普通バージョン、はい、7285じゃなくてノーマルアイヴァンの、はい、これも形はボストンで、はい、別光だけど、別光で一応金属部分はちょっと金かな。へー。で、でこれは俺もサングラス買ったの、はい、完全になんかドア入ってない、はい、サングラスのグレー 50% 濃度ってやつを買って、アイヴァンのサングラスを買って、そうアイヴァンのサングラスを買って、で、あ、いいな、かっけえなって思ったけど、 50% って結構強くて、あの 黒み強いのよ、はい、本当にサングラス、はい、けど室内とか、まあ、冬とかでも、
ずっとチケット取りたいなと思って、はい、15% か20% ぐらいの、はい、色ありぐらいの、そう色ありぐらいのにしたいなと思って、でそれがで俺青結構良かった、正確にネイビーか、はい、青じゃなくてネイビーにしたんだけど、それ買った後にもう9月ぐらいに、ね、レンズだけ入れ替えて、はい、ネイビーの 15% に入れて、はい、それを今でもずっともうめっちゃ使いやすくて、はいはい、めっちゃ使ってると。でやっていくと黒縁も欲しくなり、ほう今持ってるメガネって何縁でしたっけ、何色何縁でしたっけ、そのさ最初がサングラス、あアイバン、一番ドイーメガネのアイバンは、はい、ボストン、はい、じゃあ縁厚めのでも普通ぐらいの、そうつるは細い、はい、つる細黒、つる細黒、はい、で夏に買ったサングラス、今止まったらネイビー薄が入ってるサングラスに関しては別光、はい、別光でベスト3本目、そして最近買ったのがオリバーピープルの、はい、黒縁、また黒、そうあでもねこれは完全黒縁なの、全部黒、結構ニュアンス違う、はいはい、そのメガネの方は結構ね金がここに入ってるから割とニュアンス違ってて、はい、これとかと近い、これっていうとちょっとラジオだと伝わらないんで今ラジオの下手くそ出ましたね、はい、坂田に言っちゃったけど、僕が持ってたなんか別光っぽいんですけど、まあ若干よく見たら別光みたいな遠くから見たら、まあ、そうあのボストン型の、はい、でなんだ鼻当てなし、はい、形めっちゃこれ、あーへー可愛いですよね、そうこれのね、なんかオリバーの一番普通なんだっけ、いやあのねもう丸三角四角、それがあのブランドなんじゃないけど、はい、あのうわそのモデルの名前もう一番、はい、多分最初とかに出てもなんか普及のやつみたいな、普及の名作みたいな、もう一番ドスタンダードなやつを買ったのよ、リーバイスの50なんとかみたいな、501みたいなやつを買いまして、3本目、それが3本目、はい、でもまだ欲しいんですよね、もう一個買ってないですけど、はい、もう一個欲しいのが、はい、これは別にブランドとか決めてなくて、はい、銀縁が欲しくてですね、まあ、銀縁もシルバーの、いいです、はい、できれば渋めのシルバー、あー、はいはい、でレンズ周りはあんまりこのフレームなし、あーなしなしでもいいなって、レンズ周りフレームなしってことはあのパツって穴開いてるやつみたいな、あーそうあれかっこいいですよねどっちやんそうあれかっこいいくて、まあちょっとそこは、まあ、そもそもね、完全にこれはもう趣味になってきてるから、はい、てかそんないらんねんけどメガネなんて、いやいやいや、でももう服を買うような感覚でまあでもそうなりますよね、もう完全に装飾品として、あの今一個欲しい、もう一個でできればちょレンズカラーなんか入りました、なんか叫び声、レンズカラーはちょっとまだ決めてないけど、あ色入れるんですか、色入れる、てかもう今全然想像つかない、えどんな感じになるのか、あ本当な想像つくんですけど、うん、そのあのメガネで色入ってのあんまイメージがつかない、あそういうことね、あんな感じでとか、はい、いやちょっと結構ねかっけえなと思って、そう欲しいんすよ、僕ない、ね、ネイビーかグレーか、はい、紫薄い紫、ちょっとやらしい感じっていうか、けどなんか絶妙にギリならないぐらいの、結構なんかシルバーとかあれカクカクしたメガネでちょっと若干行き過ぎるとやらしい感じになるじゃないですか、色付きとかもそうですけど、なんか塩梅が難しい、そうだからこれはちょっとね、結構これ人によってさ、いやもうカラーレンズだって絶対やんないよって人もいるから、はい、なんか AI 入れないなって思う人もいると思うけど、でもメガネ結構ねハマると楽しくないですか、結構いい、なんかみんなその僕ずっと言ってたんですよ、僕メガネ派で、うん、そのコンタクトをしてなくて、うん、で大学生の時にその初めてのバイト代でメガネを買ったんですけど、うん、でそのみんなジーンズとかゾフとか最近安いメガネあるじゃないですか、うん、まあ、あれも別に僕好きなんですけど、うんうん、いいよね、でガシガシ使えていいし、うん、その高いメガネ高いじゃんみたいな、そのメガネ4万したのとか言われても、うんうん、4万って1年コンタクト使ったら取り返せる額じゃないですか、そうね全然なるし、あとまあ医療器具やしな、
半分半分あの特に土入りとかさ、はい、耳とかにさ負担かかるしさ、はい、なんかある程度はなんかいいやつ使ったら頭痛くなるとか言いますよね、うんうん、あるあるなんで僕全然取り返せると思ってててか取り返せなくていいしそうなんですよもっと言うとだって俺もうコンタクトしてメガネしてるからね今だってどっちも3本中2本は銅入ってないからおしゃれメガネだもうおしゃれメガネなのだその僕あんまりブレスレットってか装飾品つけないあれはつけないんですけどネックレスとかは、うんメガネとピアスは全然やる気持ちわかる顔周り顔周りだでも爪もわかります僕ああ言ってたなあれはいそのちょっとああいう装、まあ、装飾の部類じゃないですか、うん、指輪とか、まあ、一緒だよねでもなんかメガネピアスと爪はなんかわかるんですよねおちょっと違いません半分体になってるというかその例えば指輪が似合うとかネックレスが似合うとかそれ取り替え可能じゃないですか可能可能多分ですけど僕がつけるより小賀さんとか、ね、大谷翔平がつけた方がやっぱおつけてるねちょっと分かりにくすぎるって言いました俺と大谷翔平が似てるそうな感じだけど全く似てないからそこがやる分からないじゃあ僕が一番大好きな、まあ、坂井正とか加瀬亮がつけたらかっこいいなって思うかもしれないけど僕がつけたら別にそうでもないかなとかあるじゃないですかでもそれは一緒なんじゃないの他もピアスとかもアクセサリーだしよりその顔の一部になるというか多分同じメガネかけてたとしても、うん、その人の顔ごとで印象って変わるじゃないですか変わる似合うメガネとかあるしね そうじゃないですかだからもっとなんか付け替え不可能性がある気がするんですよねあこの人ならではのになっていくというかあなるほど、ね、自分だけの何かになっていく感じが、ね、大好きやん、はい、メガネ大好きじゃんやっぱメガネ大好きなんだいやでもいやいいねいいと思う俺もすごいそうちょっと分かること分かりますか分かる分かる分かるその似合う似合わないとかじゃなくてなんかもっと馴染んでくる何かありますよね、うん、あるあるメガネいやメガネはねそうだから結構さあのドドンシメガネ俺あのレンズ入ってないやつ意味わからんねんけどあスカスカねそうあれフレームだけそうフレームだけはちょっとほんとよくわからんねんけどまあ多分ドドンシつけてる側からしてもなんでって思うだから俺あのクリアのドドンシは持ってないのよあれじゃないですか目がちっちゃくなるって言うじゃないですかうんうんそのあそれはだからまだ分かるというか、はい、ギリねメガネつけたいけどあると変で俺は別にそのクリアじゃなくてもう色つきをつけたくて、はい、完全に、はい、サンブロにもう色入っちゃってから、はい、ってしてんだけどよくさその色つきなし ありなし関係なく、はい、なんかちょっとさこう何気取ってるじゃないけど、はい、こうえだてメガネ、はい、だてという言葉がつくぐらい、はい、なんかだてメガネおしゃれメガネみたいな、はい、いやそうでしょってそれえなんか何にも さっき言ってた、はい、その装飾品つけたのと一緒で、はい、別になんか服欲しいなとか、はい、靴いいスニーカーあったら可愛いなとか、はい、と全く一緒なのよそのメガネをそのでも多分中学生の小賀さんだったらなんか色入ってるみたいなあ絶対言ったと思うけどメガネワールドの順になったあもうめちゃくちゃメガワむっちゃメガあまあその詳しくはないけど俺もでもあのもうこういうメガネ次また機会あったら欲しいなとかは、はい、なりますよねなるなる別にナンバーと意味わからんからだなるべくちょっとタイプが違ったりとか色を変えたくなるでも結局同じもの買っちゃうんですよね買っちゃうのよ多分なこれな多少似合う似合わないがあるのよね、まあ、形とかで顔の形とかもあるから、うん、そうでもまあ好きなのっていいみたいな見ましたけどねまあね大体服装が8割ぐらい、うん、服装が合ってれば大体どんな眼鏡かけてもまあそれっぽくなるみたいな話もあのよっぽどねあの派手とか特殊じゃなければ、はい、なんかさ眼鏡とかサングラスこう置いてあるじゃんお店行ったらさ、はい、そいつ単体がもうかっこいい時あるやん眼鏡もの自体でそうありますありますでつけたらうわこれかってなる時もあるやんありますありますあれ悲しくないあれ悲しいですあ俺こいつ似合わないんだみたいななんかそのこっちが実力不足感というか分かります分かりますあれ悲しいよねなんかその欲しい形の眼鏡があった時とかもありますよね、うん、あるあるでもなんかかけちゃいな言うかけちゃいなよって思いますけどいや危ないな危ないねえ危なっ眼鏡やっぱ俺らあれやなちょっとその言うなんとか
のやつたまにあるやんか俺ら、はい、好きなんかな このジャニーヒとかこの、うん、いじりというかこのなんかなんか何回かやったことそうでしたっけなんかジャニーっぽいことをちょっと言ってえお前危なみたいなのってなんか僕何回か言ってる気がする、うん、まあまあいいや別に、ね、なんかなんつったらいいんだろうでもどんどん愛着湧いてきますよねそう今んとこ売る気配もないし僕ちょこちょこ売ったりするんですけどもう書けねえやと思ったら今んとこさ、はい、坂田持ってるやつ全部同入り僕そうですね同入りであ1本だけボンっていう VONL っていう4本目4本これメルカリで買ったんですけどなんかちょっといまいちだったんでちょっとメルカリに戦力外はいかなって思ってえ坂田は今欲しいのある欲しい目が次目がいや正直あんまなくて今ほんあったかい服が欲しいんでそれは早く買ってくれ欲しいなんか欲しいメガネかでも聞いてるとやっぱなんかちょっと見に行きたくはなりましたいやそうなんよねだから今僕がかけてるこの白山のやつが、うんまあ、めっちゃ普通のメガネなんですよまあまあ、うん、本当によくありそうなでも形明らかになんか形というかあのちゃんとしてる作りちゃんとしてる感めっちゃあるけどねイエーイめっちゃある僕マサヒロ丸山欲しいですねずっとあれ俺あんま分かってないかもなんか結構変な形って変な形っていうかちょっと見てる人も調べてほしいんですけどあのビッシュのあのビッシュあのビッシュのあの橋休め敦子とかお山口一郎サガナクションの人がかけてるとかでまあ割と有名ですけど、なんかちょっと分かりやすい結構変わった形視線ですよね片方金継ぎみたいになってるとか左右非対称みたいな形のメガネで成田やんあでもそれも確か左右非対右目丸で左四角みたいなあそこまでじゃないんだけどでもかけそれやりだしたらもうアイバンじゃないオリーバーやんだろマルトの四角あと三角そういうこといやでもオリーバーあんな変なやつないよあんまりなんか鼻が三角みたいなこと分からんまあちょっと さておくかでもかけてるとこ見たら意外とそんなめっちゃ変って感じいやまあ結構奇抜だけどこれはずっとなんか奇抜なのよ欲しいのこれ欲しいっていうかなんか僕がここ2回ぐらい行ってたメガネ屋さんでめっちゃその店員さんよくしてくれてる人が押してきてて、で僕もなんかいいなって思ったんですけどめっちゃ高くてあちょっとまだいいかってえいくらぐらいでしたの5、6万ぐらいですねあちょっとその高ボディだけでフレームだけでそれはフレームね高っと思ってじゃあレンズ入れると8万ぐらいするとかしそうじゃないですか、ね、そうなんでそこまでなんか本当にね何かを成し遂げたら買いたいですねもう持っちゃってるもんなメガネは、はい、なんででもその僕跳ね上げのサングラスは、うん、すごい欲しかった理由はなんか メカメカしいの欲しかったんですよおおなるほどそのガジェット感っていうかめっちゃあるねあれガジェやべえな、はい、だからそのでもガチャって言ってるもんガチャって言ったりとかなんかそのそれこそ物としてなんかかっけえみたいなちょっとテンション上がる感じはあるかなああいうそのね、アメリカ映画に出てきそうな、 なんかあの工具とかでなんか直してくれる人みたいななるほどね欲しかったんで今欲しいのあんまないっすかもしんないなでも結構派手なメガネって結局あんまなんか微妙にかけなくなってくんですよねいやそんな気するよね俺は持ってないけど、うん、派手なメガネはなんかそんな気がするするんでってなってくると何だろう、ね、ちょっとあでも色はいかんのや四角いの欲しいんですよえああのウェリントンとか一個もあれどこにあるんだろう今日ずっと来ないってんすけどずっとやってる なんかやばいもう20分経っちゃうよあじゃあちょっと出さないですけど僕まん丸かけたら、うん、ちょっと本当に坊主でまん丸だとあ確かにちょっとやりすぎだよねやりすぎになっちゃうんで、うん、いや分かる分かるやりすぎかも、はい、あのさ去年かな一昨年ぐらいさ、はい、
なんか坂田さあ、僕丸も持ってるわ。持ってるよね。なんか戦時中だみたいなさ、やってたじゃん。ありましたね。あれ何？あれ BJ だ。あれ BJ クラシック。もうないであります。いやいや全然あるやん。全然あるやんけ。いやなんか俺3本的に、あ、坂田意外とそんなもんなんだって思ってたから。あるやんけ。あと2本。それは高校生の時に買って、でもう1本が、あ、その今2本の今消失してるんですけど、それは結構昔に買って10年前とか。え、大学の時にさ最初に買ったって言ったやつは今アイバンのやつ？あ、違います違います。なんだっけ？それハクさんで、それが今見当たってない。あ、じゃあ今ハクさんに、ハクさんにアイバンに BJ1、うん、でそいつボン、6個もあんの？じゃあ、いやいや、そうか、そんなもんか。でもボンはもうあれ、まあもうもう売っ払うんで。でもなんだかんだでずっと同じやつ、なんか多分これが枕元にあるから毎回これかけてるだけで。いやそうよな、うん、いや結構ねやっぱそのテンション上がるというか。上がりますね。それこそ今グレーの、はい、欲しいのあります。いや、あのその20持ってるやつ、はい、グレー あのオリバーの方は25%、はい、ちょっと黒め、はいはい、だから夜する夜はまあしてても変じゃないけどちゃんと黒くなる。へえ。でだからあんまりそのずっとかけたい時はアイバンの方つけてんだけど、はい、なんかそれでも全然そのテンション上がるというか、うん、その分かりますよね。 どっちかけようかな今日みたいな。服となんか含めて何でいこうかなみたいな。なんかすげえ、あ、これいいなっていうか、なんかこうちょっといいですよね、気分を上げてお出かけするっていう、はい、なんかチラって鏡に映ったらちょっと見ちゃいますよね。そう、あ、このメガネやっぱ買ってよかったとか、うん、なりますよね。なるなる。だし結構メガネの順に今なりつつあって、だしなんかあの何言おうと思ったっけな、忘れちゃった。なんか言おうと思ったっすけど、メガネ。じゃあ今買いたいのはメガネではなくあったかい服。あったかい服。それはちょっとなんかもう買ってくれた話じゃないけどな。でもなんか僕なんだかんだで1年に1本ぐらいに抑えたい気持ちは。何が？メガネを。そりゃそうっしょ、そんな買わんやろ。あれちょっとたまたま今回買っちゃったけど、なんで今年はもう僕買ったんで今割と落ち着いてんのかもしれないです。来年の夏とかになったらまた欲しくなってるかも。確かにな。今6年で今俺3本買ったものがあるから、はい、まあまあまあ健全な過剰摂取ではない。でもなんかいいメガネだったらね、リセールバリューも。そうでもな、今なんかちゃんと選んで買うと別に売りたいものはないのよね、はい、あ、思い出した何をか、うん、そのこの前一昨日かな、小賀さんからあのこの前出た僕その時もメガネの話してて、うん、僕が青山に、うん、セレクトショップあるみたいな話してて、あれどこだったっけ、うん、もう LINE で聞いた時に。そうです、うん、あれ何だったんですか、青山に行ったんですか。ああそうそうそう、俺表参道に行ってて、はい、その時でちょっとメガネ見てたの、はい、とか中古のメガネとかも、はい、まあ、メガネというか本当にいろいろ服とかバーって見てて、はい、あ、そういえば坂田なんか言ってたなと思って、はい、結局行かなかった、はい、青山だったから、はい、ちょっとなんか渋谷よりもちょっと遠かったから、はい、結局行かなかったんだけど、あ、近かったらちょっと見に行こうと思って聞いた、はい、あ、そういう、そうかなって思って。あ、ですです、まさにメガネ街道を突っ走ってますね。そうなんですよ、だからそれ調べてて、それで、あ、ちょ、メガネのなんか、はい、ちょっと全然話変わっちゃうんですけど、うん、あの白さん僕あ好きだよみたいな、隣人がメガネ買いに行った話の時に、うん、で僕こことここを店行ったみたいな、うん、言ったらどっちもなんか Google の評価めっちゃ低いんだけどみたいな言ってて、でその片方はなんでかよく分かんなかったんですよ、うん、店員さんいい人だったし、うん、でもハクさんの評価低いのめっちゃ分かるっていうか、なんかハクさん僕メガネ界のシュプリームって呼んでてそんなオラオラ、はい、銀ない。え、そんなかなイメージ。そんなことないんですよ、そんなことないんですけど、なんか他の店舗だったら、他の店舗っていうかメガネ屋さん、うん、もっと親身な気がする、うんうんうん、なんかその金のあの跳ね上げ買った時も、うん、これ銀あるの知らなくて、言ってたね、教えてくれんのやって、こんな悩んでたのにみたいな。確かに、いやそれは言ってほしいわ。言ってほしくないですか。言ってほしい、ま、あの、あ、どうぞ。であと元ボディがまあ3色あったと、うん、でちょっと横見たら
ディスプレイに1個違う色あったんですよ。これ違うやつですかって言ったら、あ、これも同じですって言われて、出してくれてもいいやんって思って、いやそうねみたいな。しかもそれ店にとってさ、はい、プラスし別にマイナスないやん、はい、あの多少はもしかしたら値段の前後あるかもしれんけど、はい、なんかね、はい、そのそれによってさ、やっぱ買うのやめますってあんまなんないし、はいはい、まあその、まあ、良くも悪くもあんまりその介入してこないというか、介入してこないね、はい、他のとこだとなんか僕がもう一個行った方は割といろいろスパッて言ってくれて、それも嬉しかったんです、うん、そのこの別光と真っ黒どっちにしようかなって悩んでたら、うん、あと髪2ミリ伸ばすなら真っ黒でもいいと思いますおう、その真っ黒でもう本当にめちゃめちゃ短い坊主だと眼鏡がめちゃめちゃ浮くんで、伸ばすんだったらこっちでもいいと思います、はい、じゃなかったらこっちがいいと思います、あ、それはいい意見みたいな、確かに言ってくれるのも助かるみたいな。であんま白さんそういうのないんで、僕眼鏡管理シュプリームってあ、名前はな、逆シュプリームみたいな渋い名前してるけど、はい、俺そのさ、銀あの銀縁が出なかった話、はい、俺覚えてて、はい、それこそその話、しかもその話を最近思い出したのよ、はい、それ何かっていうと、はい、さっき言ったオリバーで買った時に、はい、これ12月に買ったから、はい、本当に今月の話なのよ、はい、であの、まあ、これにしましょうと、はい、その一個決め、あ、これにします、はい、で一応フレームの色、はい、それこそ別光とか、はい、結局黒にしたんだけど、はい、黒にするけど他のやつも一応見たいかったから、はいはい、いやこいつどんなフレームあります、はい、ありますかって、あ、持ってきますねって言って、はい、なんか持っていろいろ持ってきてくれたのよ、はい、あの最初ここにあるだけかと思ったら裏にも本当あるねっつって、はい、まあ、黒もあればちょっとブラウンっぽいやつ、別光、あとクリア系、はいはいはい、あのだから今でもそのクリア欲しいかもクリアもかっこいいクリ特にサングラスっぽかったらクリアもかっこいい、はい、やっぱね、あのスケルトン世代なんでいやそうかなそれでっていうのであって、まあ、結局見た上でも、まあ、俺も黒にしたいなって元々あったから、はい、黒に結局まあ はい、したのよ。で、あ、でかつ同じもののなんかもう一個そのサイズの違いとかも多少あるから、はい、ありますね、まあ、より合う方、46とかなんか、あ、そうそうそう、で、まあ、合う方にしてでやってたら、でも、まあ、じゃあその黒の、はい、このサイズのこの黒の、はい、あ、もうこれあいいっす、これにしようかなって思ってますって言ったら、はい、あ、すいません、ちょっと待ってくださいって言われて、はい、えっと、なんかもう一個ちょっと待って、お前、はい、もう一個持ってくるんでいいですかって言われて、はい、で別にこれどっちがどっちってないんですけどみたいな、はい、で若干違っててみたいな、同じモデルの、はい、同じフレーム、はい、でも若干その横の形が少し違う、はい、とあと鼻当てありなしが違うっていうのと、結構違うそう、鼻当てありなしと、はい、あと何よりメイドインイタリーかメイドインジャパンの違いだと、はあ、日本の方がちゃんとしてるんですか、でちゃんとっていうか、いや、日本の方が鼻当てありになってて、はい、イタリーは鼻でなし、に、あ、日本人仕様かどうかみたいな、なんかね、まあ細かく言うとそうなのかな、うん、でも別にこれともなんか好みだったりとか、はい、よりつけやすあの、はい、フィット感がもう本当人の好みだから、はい、別に日本人でもイタリーつける人もいれば、はい、鼻当たりだったらっていうのあるから、はい、で、あのもう一個そう持ってきてくれたの、その、はい、メイドインジャパンの方、はい、もともとイタリーの方だったんだけど、はい、でこれ結構好み分かれるんで、なんかまあイタリー多分今の感じだったら別にもうそのままのやつでいいと思うんですけど、はい、一応後でこういうのもあるっていう、はい、お伝えしておけばよかったんでと思って、はい、って言った時に、はい、え、めっちゃこれあのい坂田が言ってた、そう、親切やんと思って、はい、でしかも結局俺はもともと最初につけてたイタリーの方にしたの、はい、結局なんかかっこよかったから、はい、してしたんだけど、でもその気遣いって嬉しい、なんか嬉しいじゃん、だしなんかもしそっちにしても後で知ったらちょっとなんかそう言ってよって多分なったと思うじゃん、そう試したかったなとか、はい、っていうねのがあって、俺は結構オリバー好きです、あ、オリバーちょっとじゃあ僕もそうしようかな、10回いや、メガネがいいですね、はい、楽しく喋るから、はい、僕メガネ界のシュプリームは言ってきたいなと思ってなんかわかるから、これ伝わるから、俺すげえ言わんとすることわかるけど、はい、何が問題って、ハクさんは行ったことあるけど、はい、俺シュプリームのガチ店は行ったことないから、僕一回だけ会って大学1年生の時ですけど、友達が含みに行きたいっつってついてって、僕あんまもう全然何も買わなかったんで覚えてないですけど、なんか柱ごとにでかい男が立っててポケモンのジム見てみたいななんか怖い空間だなと思って、それ行くことなかったんですけど、あの、まあ、イメージはすげえわかる、で、あのね、もうないブッカーモーのね、はい、感じでね、オミュータンツのミヤトフィルムさん、他の人の YouTube 見てるんで兄さん怖いよね、はい、っていう、あー確かに、
いや、いいっすね。ちょっとだいぶ喋っちゃってましたけど。メガネね。メガネかい。やべ、30分。皆さんのメガネも教えてください。あ、そうですね。ポッドキャストでも配信しております。Google、Apple、Amazon、Spotify、お好きなプラットフォームで聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。